してたんだよ。うん、今大丈夫かな。ちょっと教えてもらおうと思って。ソードスキルのことだったらキリト君が詳しいでしょ。そんなことないよ。ここじゃキリト君が頼りなんだから。この辺りの敵はレベルが低いもん。お兄ちゃんだってこのぐらいできるでしょ。言われると照れちゃうよ。ありがとう。練習してある程度思い通りに動けるようにはなったんだけどね、まだ体の動きがついてこない時があって。自分の体じゃないみたいな違和感っていうのかな。
確かに効率とか重要だよね。それも考えてみたんだけど、片手剣スキルって剣道の型から外れたスキルが多いみたいなんだよね。だから剣道の方に悪影響が出そうなスキルはなるべく選ばないようにしてるんだ。ごめんね、お兄ちゃん。せっかく私のためにいろいろ考えてくれたのに。なんでそんなこと言うの？私は自分の意志でここに来たんだよ。お兄ちゃんに会いたくて会いたくて、どうしても会いたいから来たの。風に謝られたら来なければよかったのにって言われてるみたいじゃない。お兄ちゃんを心配しちゃいけなかった。私の大事なお兄ちゃんに会いに来ちゃダメだった。お母さんにも友達にもすごく心配かけてると思う。そこは本気で反省してるけど、それでもお兄ちゃんには謝らないでほしい。私はここでお兄ちゃんに会えて本当に嬉しいんだから。お兄ちゃん、後ろ向いて。早く。一緒に帰ってくれるんだよね。みんなで現実へ戻れるんだよね。ありがとう、お兄ちゃん。
必ず SAO をクリアしてくれるって。私との約束を守ってくれるって。お兄ちゃんの手、あったかいな。これが現実じゃないなんて思えない。感じている体温や感触は作り物でも、この気持ちは本物なんだよね。何？途中でやめないでよ。気になるでしょ？ちゃんと言って。何が？なんでそういうこと言うの？足速いんだから。そうだね。小さい頃はよくこうやって手をつないで帰ってたよね。誰も見てないんだからいいじゃない。久しぶりだしね。ダメ？ありがとう、お兄ちゃん。
疲れ様、キーリト。あれ？やっぱりってことは、私のいたずらバレちゃってた？少しだったんだけどね。でもあと一歩だったってことは、キリトすごく成長したんだと思うよ。実はこの近くにとっても美味しい串焼き屋さんがあってね、それをキリトに紹介しようと思って。ダメだった？キリトに気に入ってもらえて嬉しいな。今度はアスナたちも一緒にみんなで行こうよ。エギルのお店のレギュラーメニューになったら嬉しいな。作ってもらえばいいじゃん。あ、そっか。今日はありがとね。付き合ってもらっちゃって。お礼をしなくちゃいけないのは私の方だよ。実はね、最初に隠れて移動してる時、キリトがついてきてくれるか不安だったんだ。気づかないんじゃないか、気づいたとしてもそのまま行っちゃうんじゃないかってね。それがね、すっごく嬉しかったんだよ。
私に楽しい時間を過ごさせてくれたお礼をね。